はようございます。Vlogmas Day 15。今、うまめちにアサイボール作ってるの。これ、Trader Joe's のアサイ。これね、ちょっとチンして、溶かす、解凍する、なんていうの。んで、酸っぱいので、メープルシロップ。ちょっと入れて、甘めが好きな人は多めに入れるって感じ。ママは多分甘めが好きだからこれぐらいかな。でバナナスライスしてのせる。でついてきたこれ入れて、でもうちょっと、はい、どうぞ。ありがとう。食べて。私の朝ごはんスムージーは、これはオートミールを粉にしたやつ。なんかオーバーナイトオートミールでも作れるんだけど、作ってないからとりあえずこのまま入れる。And で粉だったらすぐ、なんていうの、水吸い取る、なんて言うんだろう。私どれぐらい入れた今、もうすっげーぼーっとしてる。もうとりあえず適当で、バナナ、牛乳、ピーナッツバターとフラックスイード、粉の方ね、こんな感じ。けど音が受ける。うん、OK、ライスがあるから、今日のお昼ご飯はカレーにしよっかな。簡単に済ましちゃおき。そしたらお弁当にも持っていけるじゃん。チキンもあるし、分けたチキン。多分ポテトどっかにあったかも。なかったらいいや。今洗濯物してるけど、エジェがトイレ入ってるから出るまで待ちます。アメリカ今日はすごい顔でごめんなさい。今日は15日、お友達の誕生日。つぐみ誕生日おめでとう。はい、多分日本は明日じゃねえ、何言ってんの、昨日だったけど、God、 Yeah、 アメリカは今日。一応昨日メールしたけど、動画 Vlogmas Day 15で誕生日めでとうって言いたかった。つぐみ I love you、 大好き。つぐみは動画ずっと見てくれてて、ですごい応援してくれてて、で私がへこんでる時とかいつもメールしてくれたりしてて、で超仲良くなって、家族みんなと、 Yeah, I love you so much。 つぐみファミリーみんな大好き。あと、15日誕生日の人おめでとう。この音うざいね。ちょっと昨日の動画私編集してたらテンション低い自分とかと思って、でもごめんなさい、生理、もう、ははははって感じ。昨日2日目、今日3日目。私、最初の4日間ぐらいが辛い。で、5日目ぐらいは、ああ、よ、大丈夫かも。で、6か7。今、また痛いって感じになるの。うん、子供産んでからなんか生理が良くなった弱くなったなっていうの、痛くなくなったっていう人多いんだけど、重くなったっていう人も多い。私、すごい重くなった。なんか前も重いのに前よりも重くなったって感じ。本当に超だる。もともと貧血とか血が足んないのに、ゾンビってでも大丈夫です。 OK、 メールがいっぱい来てる。なんだなんだなんだ。 Alright、 カレーもできたはず。はい、でカレーうどんやりましょう。
出来上がり。レッツ食べよう。レッツ食べようっておかしいな。はーい。ディーンとチョコチップマフィン作ってます。何やってんの、ディーン。はい。ディーンの。ディーンこれやったんだよね、紙。出来上がった。で、これはお砂糖ちょっととバター。初めてこれやるんだけど、上に。なんかさ、塩じゃねえ、なんて言ってんの、砂糖と水とかアップルジュースでもやるんだけど、これもどっかで見て、うん、と思って、砂糖が控えめのはずなので、で、バターはちょっとキラキラにしてくれるじゃん。どうかね。まバターなんでも美味しいからいいんじゃない。苦手な人はやめてねって、おかしい。やらないで OK。苦手な人いる？バター。私の sister in law がバター苦手なの。へーって感じ。けん。見た目いい感じじゃん。いい感じじゃん。うんふん。顔が顔だけじゃなくてなんか疲れた。何もしてないな、特に何もしてない。なので自分ケアします。今日はレイジーさんで、これ前に提供動画でもらったやつなんだけど、これすごく好き。つけてなんかすごい癒される。変なおじさんだから今日は乾燥してるからすぐ乾かな。リーノ行った時ほんと速攻乾いてびっくりしたって感じ。こっちではそこまですぐに乾かないの。今日は乾燥してるからどうかな。おっ、とりあえずこれが乾いたらシャワー浴びよう。でスッキリするでしょう、気分的に。もう嫌なことを洗い流すみたいな。別に嫌なことないけど生理だけでスッキリした。 OK、 最近のスキンケア、なんか好きなマスクとかやってやらないときは普通に洗顔、あのピンク色のフォレオだっけ、シリコンインサージョンで、この提供でもらったやつなんだけど超いいから結構使ってる、Simply Beauty のビタミン C をまずワンポンプ取って、ポンポンって十分で、これを目の下とか、目の下中心で余ったのを顔全体につけてると、首で、これが染み込むまでちょっと待って、でその後に朝だったらハイドレーションクリーム、夜だったらナイトクリーム。今は夜だからナイトクリーム。Yes。で、結構染み込みが早い。で、ちょっとだけベトベトしてるのね。なんだけど、それは構わない。で、クリーム。超いい匂い。また変態みたいになる。これはナイトクリーム。お、ちょっとだけで十分なんだけど、なんかいっぱいつけちゃうんだよね。とりあえずこれだけ。ラベンダーみたいな超いい匂い。はい、っていう感じが最近のスキンケア。この2つを中心に使ってる。あとはビタミン A のやつたまに使ってる、たまに使ってないヒアルロン酸。ビタミン C を
ずっと使ってる最近、目の下、特に目の下とかこの辺とかね。でビタミン C は、肌を明るくしてくれるってやつで、だから目の下クマとかやばいから治ってきてる？ I don't know。 まだクマあるじゃん。これでほっとく。何をやってるんだ。何もしてません。で、照射入れるからって言ってるけど、洗っちゃう。ママうるさい、うるさい、ママうるさい。ディーン分かったね、日本語ね。No, I'm not って。Okay、 夜ご飯、カレーもあるし、カレーあるんだけど、私カレー食べたくないって言う。なんで？あのなパン食べよう。エジェは？わかんない。エジェトイレシャワー。納豆トースト。いやー、みんなが教えてくれた。はーい、 OK。 とりあえず今日の動画はここで終わりにしましょう。これから編集して、明日はまた月曜日なので、また1週間の始まり。フラグマスあと10日、イエーイ。頑張るみたいな。 anyways、yeah。 お店のメントラヴィーの新しいピアス、ピアスだけね、今回だピアスつけない人ごめんね。4つか5個入れたんだけど、気になる人がいたらリンク下の方に載せるね。 and 20% オフクーポンコードもみんなに送った。サブスクライブしてる人、メントラヴィーのサブスクライブしてる人と、メントラヴィーのインスタグラムにも載せました。OK。 いや、なので気になる人いたらチェックしてみてね。 I'll see you tomorrow. Yes. Bye.